始まったでしょ。もうカオスすぎてオープニング撮れなかった。もうこんなんだもん車の中で。でね、今日はすごいっすよ。もうリスナーの方がもう大所帯。はいはい、高校生ですって。高校生ですよ。うちのせがれともう年あんま変わんないからね。びっくりしますよ。はい、タダちゃんどうでした？どうでした？最高です。そこは足んねえじゃないんだ。もう無理。あ、もう、まあ、もう結構もういっぱいいっぱいだそうです。はい、ハマちゃんは今日ね、ここまでね、フォレストウェイまでね、自走で応援しに来たそうです。で、この高校生たちも、わざわざここまで自走で、まあ、ちょっとサイクリングガッテラに来たみたいですよ。そんな感じで、とりあえずね、サクちゃんが優勝、女子で優勝したみたいです。はい、ここで1000人がいます。1000人が、はい、それではちょっと会場回ってみましょうか。お疲れ様です。何回お疲れって言ってるでしょうね。見事女性の部でね、さくちゃんが優勝しました。はい、さくちゃんおめでとうございます。はい、どうでした調子は。実際調子はそんな良くはなかったんですけど。そんな良くはない。今日ちょっとマトリックスの引きが強すぎて、集団からは一瞬でいなくなった。そうなんです。やっぱりね、マトリックスさんが集団をね、最初第一集団を形成するんですよ。その引きについていけるかいけないかで展開変わるんですけど、無理。俺も心折れました。はい、やっぱね、あれはあれについていけるかでこうレース展開が変わりますよね。はい、まあ、今後ともね、マトリックスさんもし見てたらね、ちょっと手やらわげてください。本当ホビーレーサーの僕たちもうどうしようもないですからね。はい、まあ、でもさくちゃんおめでとうございました。ありがとうございました。1位です。ありがとうございます。いや、ちょっとカメラ回った時点で人変わるからね。はい、お疲れ様です。してたんすよ。そしたらね、びっくりですよ。レース中にめちゃめちゃ速い女性の方がいたんですけど、あれと思ったらエリアさんですよ。あ、こんにちは。はい、はい、女子の部で第4位ですよ。頑張りました。すごい、びっくりしますよ。普通に一緒に走ってますからね。なんじゃこれと思ってびっくりですよ。どうでした。でも楽しかったですね。風強かったんですけど、はい、緊張感があっても終わってみるとね、はい、楽しいもんですよね。はい、こうやってね、女性の方もこうやってレースもう普通にもう昔みたいになんか関係なしですからね。そうです。もう、はい、みんな、そうですね、みんなで走りましょう。走りましょう。本日は4位おめでとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ですね、まあ、今回は、270人以上、参加してました。でリザルトを今見たら、40位でございます。まあ、全力は出したんでしょうかね。レース非常に久々、1年ぶりぐらいで、楽しかったです。で、走ってみての感想なんですが、やっぱりメンタル的な不調が、今年の1月頃から続いてて、まあ、ここまで走れるようになったのと思えば良かったと思います。そしてある程度こうやって自分を褒めてあげないと、過去の努力した自分に失礼なんじゃないかなと。ストレス溜まっても、朝起きんのめちゃくちゃ辛くても練習して、メンタルがめちゃめちゃやられてて、はっきり言って、歩くのも結構辛い時期もありました。それでも頑張って練習して、まあそれがいいか悪いかわからないですけどね。
もこうやってある程度復帰できてレース出れて、それもこれもやっぱり日頃の栄養学、メンタルってかなり食べ物で左右されちゃうので、そういうのを絶対に諦めずにやって、メンタルをなるべく落とさないようにして、そしてさらに兄貴モコレンのモコレン、モコファミリー練習に参加してくれて、一人じゃとてもじゃないけどロングなんて踏めないんですけど、一緒に練習してくれて、ある程度踏める体を維持する し続けて今回、このレースに出れました。おそらく変に入賞してた時よりもすごく意味のあったレースだと思います。そしてさらにこの動画を通して今日声をかけてくださった方、リスナーの方、そういう方の支えでしかないです。じゃなければ間違いなく今日のレース出れないと思います。なので、これからもモコフィットネス、栄養学、トレーニング、ビログ、ちょっとでも皆さんに何かの気づきになる情報を、提供していきます。他の人たちとはちょっと違った切り口なんですけども、頑張って、やっていきます。そして本当にいつかまた入賞をしたいと思ってます。それまで今は我慢の子です。今は我慢してひたすら練習し続けるものみです。今後ともモコフィットネスよろしくお願いいたします。本当に今日は、声をかけてくださった方本当にありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバイ。